はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ、黒川です。南アフリカランドへのテクニカル分析を3分で解説します。10月24日までの週間ミートをしとなります。まずは結論から。はい。週足ボリンジャーバンド1目均衡表、トレンドは出ておりません。ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、はい。週足ベース、走行がたい動きと見ております。続きまして、冷やしです。ボリンジャーバンド1目均衡表、トレンドは出ておりませんが、買いバイアスが強い状況。ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、冷やしベースは上目線と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート とレージスタンスをご紹介します。はい、週足ボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す。赤い点線21週移動平均線真横を向いております。トレンドが全く出ておりません。その中ローソク足だと言いますと、21週移動平均線上抜けトライ中ということで、これ終わり値ベースで抜け切ったら買い,買いに勢いがつくのかなという感じです。週足ボリンジャーバンドはトレンドレス状態ということです。はい、週足シフトキャスティックス買いシグナルが点灯しております。 はい、こちら、週足一目均衡表です。ローソク足職務の位置関係がトレンドレス状態。その中、ローソク足はといいますと、現在、レジスタンスラインとしてワークしております。転換線、上抜けトラ来中、基準線の目前に迫ってきております。はい、チャート形状的にはなかなか上には行きづらいのかなという感じがしております。はい、続きまして、日足のボリンジャーバンド。 はい、トレンドの方向性を示す赤い点線21日移動平均線ほぼトレンドが出ていない中ロ遅れましたと言いますとマ、まあ、えっ、ー、とプラス通信マラインを上抜け到来中ということで日足のボリンジャーバンドトレンドは出ておりませんが強い買いバイアスが発生しているということです日足のストキャスティックス買いシグナルが点灯際にパーセントデとパーセントスローリー鋭角に上昇ということで現在強い買いシグナルが点灯中ということですはいこちら冷やしの一目均衡表ですこちらも トレンドレス状態なんですけども、ローソカシはと言いますと、はい、レジスタンスラインとしてワークしておりました。転換線、雲の加減、基準線と雲の上限、すべて上にブレイクしております。かなり海外安が強い状態。さらには、シャート形状的に言いますと、ローソカシの下に今度はサポートラインとして雲の上限、基準線、転換線、 えー、雲,の雲の上限、基準線、点火線、雲の下限がありますので、チャート形状的にはなかなか下には下がりづらいのかなという感じがしております。はい、それでは、えー、10月24日までのサポート、レジスタンスをご紹介したいと思います、はい、まずはサポートラインです。 はい、サポートラインは今週安値レベル、8.09レベル、8.09レベルと考えております。はい、続きまして、レジスタンスラインです。はい、週足ボリンジャーバンド、プラスシグマラインレベル、8.34レベル、8.34レベルと考えております。 はい、10月24日までの見通しです。8.09レベルから8.34レベルということです。ポイント、買いバイアス強し、底堅く追加というところで、はい週足ボリンジャーバンド一目均衡表トレンドは出ておりませんが、冷やしのボリンジャーバンド一目均衡表トレンドレスの代わりに強い買いバイアスが発生。さらに週足、冷やしのストキャスティックスも強い買いシグナルが点灯ということで、はい南アフリカランド円10月24日までの見通しですけども、そ 床堅い水位が予想されるということです。本日は以上となります。